皆さん、まさかの展開、ファイナルファンタジー7リバース、顔の光源処理問題はなんとアップデートで修正予定と、こちらですね、以前からかなり話題となっておりましたが、このタイミングでなんと開発者公式からようやくねコメントが来ました。で、具体的にはこちらかな、こちらの記事で取り上げられておりますが、具体的には特定状況で怖く見えるとの反応を受け、これちょっと面白いような理由が、まあとりあえずね、ここのところの問題は結構ですね、製品版出てから言われていたので、まあ意外に早く手こ入れ入れてきたなと思いました。ではまあ具体的にどういった状況なのかといったところをですね、話していきましょう。で、ことの発端としましては、FF7 リバース、ファイナルファンタジー7リバースのディレクター、濱口さんは、海外メディアのインタビューの中で、同作のビジュアルについて言及したと、アップデートの準備をしていることを明らかにしました。で、またその中で、顔の光源処理かな、もちろんですね、これの他にも、アップデートが予定されておりますが、今回こちらにフォーカスが当てられて取り上げられておりますね。で、その中で改善の着手をしていると。で、まあそういった状況ですね。で、まあここに関しましては、FF7 リバースって、まあ、どういったゲームなのかっていったところが、書かれているんですが、こちらについてはですね、ここかな、濱口氏は、プレイヤーの特定の状況で発生する問題についても言及と。で、具体的には顔の光源処理によって、キャラの顔が怖い感じに見えるとの報告を受け取っている。で、これも修正するべく取り組んでいると語りました。で、またですね、こちらにも、書かれておりますが、ここかな?パフォーマンスモードについてのユーザーの声を聞いているとコメントと。近いうちにそうした部分を含めたアップデートを予定していると語りました。まあこれっていうのは、パフォーマンスのビジュアル工事アップデートのことを指しているんだけど、先ほどね、話していたキャラの顔が怖いと、こちらの件についてアップデートする予定なんだけどさ、まあ確かにこう見てみると、まあ怖いっちゃ怖いよね。なんか、確かにね、まあ体験版の時点からクラウドの顔が、前作の FF7 リメイクの顔と違うとの指摘が発生していて、また特定状況においては、顔がかなり怖くなるシーンもあり、いずれも光源処理によるものではないかとも、議論されていたと。ただまあ可能性としてはね、公式がわざわざここ取り上げておりますので、まあ確定なのかなと思いました。まあここの目線だったらさ、まだそんなに怖くはないけども、ただ確かに、こう見てみると、めちゃくちゃ怖いよな。なんか意味が分かった気がするわ。なんか別にそんなに怖くねって思ってたけど、確かに、この画像を見てみるとめっちゃ怖いよな。ガン見してるじゃんみたいな。まあそういったところがね、多くのユーザーから突っ込まれていたって感じかな。ただまあその他にもアップデートがいくつか予定されているかと思うので、で、そこについては、具体的にはまだ、語られておりませんので、まあ多分この光源処理問題に関してのアップデートもまだしばらく先じゃないかな。まあ具体的には、いつなのかってところはわかりませんが、言ってもですね、まあ3月中って感じかな。まあ多分単独でアップデートで、特定のものを修正するっていうより、まあ、例えば今ですね、発生しているいくつかの不具合、これと同時に多分修正をするっていうイメージなので、まあ、多分まだしばらく先になるんじゃないかなと思っております。まあ、あくまでこちらに関しましても、個人的な見解となっておりますので、まあ、参考程度に受け取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そういったイメージでしょうか。いやーけど、顔の光源問題。なるほどな。ただ結構ぶっ込んだ内容だったなと先ほどの記事見て思いましたね。ただ不具合って何か発生してんのかな、わかんないけど、うん、まあ多分いくつか不具合があるんだと思いますが、ただどういった不具合が今作発生してんのかわかんないんだよな。まあ、でもね、 FF16 の時もそうだし、そんななんか致命的なバグとかが発生してるとは思えないから、まあどうなのかなっていうところですよね。もし何か、ご存知の方とか、なんかここがおかしいとか知ってる方がいたら、ぜひコメント欄で、こういったところがおかしいぜっていうところをですね、
教えてください。よろしくお願いいたします。はい、いやーけどね、開発者が自ら言ってくるか。けど今回修正アップデートが予定されてるけど、まあ、やっぱり何かしらの追加ストーリーとかのアップデートとか、何かしらの追加アップデートはないんだろうね。まあ、追加アップデートという定義は難しいけど、まあ、あくまで修正アップデートみたいな位置づけなのかな。はい。なんか例えばモンスターハンターとか、まあ、他のゲームとかもそうなんですが、なんだろう、大型アップデートみたいなものがね、もしあるんであればすげえ嬉しいんだけどね。まあ、例えば新たなフィールドを追加しましたとか、新たなモンスターを追加しましたとか、新たなやり込み要素を追加しましたとか、まあ、それであればね、真の神ゲーって感じがするんだけど、まあそれはちょっと期待すぎか。うん。けどスクエニって基本的には無料でやってくれないからな。基本有料って感じだからね。じゃあ金を払えみたいなところが結構大きいので、まあさすがにちょっとそれは難しいのかなっていうイメージですよね。はい。まあそういった感じでございます。いやけど、アップデートが予定されてるっていうだけでも嬉しいっちゃ嬉しいけどさ。ちょっとなんか違う感じがするんだよな。継続アップデートか。けどまあ確かにテイルズとか、まあ、他の RPG とかもそうだし、そんなねアップデート起こらないもんね、うん、まあとりあえずねそんなイメージであっているかと思います。まあとりあえず続きをやっていきましょうか。てかレッドってここ出身だっけ。めちゃくちゃ嬉しそうじゃねえか。ほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。レッドすげえな。ネヌキ帰りました。デュオかわいいよね。かわいいよな。そういう問題。すみません、少々お待ちを。今朝空から降ってきましてね。ミッドガルの魔鉱炉爆破犯らしいですが、あなたたちは関係なさそうですね。ナナキの紹介もあるし問題ありません。問題ないのかい。あら、ようこそ生命学の聖地。改ざんされてる。キャニオンへ。まあ原作通りはあるけどさ、なんかリアルになりますよね。こういった手配書みたいなのめっちゃリアルになったよな。はい、ということでちょっと進んでいこうか。いやけど本当に街の作り込みがすごいよな。そんななんか原作オリジナル版ってさ、こんな作り込まれてなかったからちょっとびっくりなんだけどさ、これはすごいな。なんかもうさ、街が作り込みすごすぎて、なんかもうどこがどこだかわかんないもん。なんか原作のなんだろうな、名残は若干あるんだけどさ、もはや完全にこれ別ゲー状態だからな。なんじゃいこれみたいな感じですよ。はい。まあ、そんな感じでちょっとこちら上の方行きましょうか。登っていくか。でこれこっちで合ってるよな。広いね。結構まだ登ってくんだ。はいはいはい。お、レッドいたね。降りましたね。私はこの美しい谷で生まれ、美しい谷で生まれ育った。よかったな。本来なら谷を守る戦士になるはずだったが、不覚にも神羅につかまり、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。今まで世話になった。感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ。別れが辛くなっちゃうよ。でもこの谷を守ることはオイラの使命なんだ。この野郎ずっと騙してやがったな。犬だなんだと侮る輩が多くてな。おーい、ナナキー、ちっちゃい。今のでお別れ？今のでお別れ。確かに。何にいりゃ話す機会くらいあんだろ。俺たちがここに来た目的は何だ？生命学の復讐と行こうぜ。
マッテリーやマッテリーや。僕はゴールド操作が懐かしいな。しばらくぼーっとさせてもらいます。しばらくぼーっとさせてもらいますよ。それでいいのか。行ってみよう。はい、ってことでちょっと探索しますか。やっぱ探索だよな FF7 リバースは。はい、ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。